ね。皆さん、はい、お元気ですか。天の声さん、こんにちは。こんにちは。天の声の、演劇ユニット雪の下ソウルと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではこれからね、浦トーク展第4回公演、はい、さよならの喪失感と末路の座談会を始めたいと思います。今皆さんのチームはですね、何チームでしょうか。はい、では私たちのチームは6月13日ナンバー502という、舞台のチームでございます。はい、よくできました。はい、では、まずね、皆さんの自己紹介をしていただこうかなと思うんですけれども、はい、それじゃあね、向かって左の、女の子から自己紹介を、はい、お願いしたいなと思います。はい、それしかいいんだな。演劇ユニット雪の下のユンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ浦豆腐店の杉山俊介と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、フリーで細々とやっております、佐藤真一です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんよくできました。ありがとうございます。はい、はい、ではですね、続きまして、今回の作品の紹介ということでですね、はい、この作品どういうお話なのかっていうあらすじと、あとなんか見どころ的なところをですね、皆さんに、教えていただければなというふうに思います。ではお好きな方からお好きなタイミングで、ちょっとなんかどんな話なんだろうってワクワクしますね。そうですね、はい、じゃあこの作品の見どころってどんなとこなんでしょう。はい、見どころ、はいはい、はい、私が思う見どころなんですけれど、ね、このお芝居はなんて言うんでしょうね、キャストは6人いるんですけれど、役としてあるのが2つだと私は思ってるんですよ。2人だと思ってるんですよね。で、2人が、まあ、どういう風になっていくのか、どういうお話をして、どういう関係性になって、でどういう風に未来に進んでいくのかっていうところがすごく気になるかなと思って、初めて脚本読ませてもらった時からすごく私は、私こんな、ここのこんな、こういう役をできるのってすごい私は思ってました。ちょっと詳しく言ったらね、あれネタバレになってしまうので、めちゃくちゃぼやかして、こんな感じでいかがでしょうか。ああ、良いのではないでしょうか。ぼやかしたけど、もう言うことないですよ。いや、それでも絞り出さなきゃいけないのが我々ですけど、ね、うん、じゃあ次いきますね。そういうフラグではなかった。いや、いいですよ、どうぞどうぞ。じゃあ僕からいきますね。そうですね、見どころとしてはですね、まあ、こうなるのっていうのがね、結構あったりする劇ではあると思いますね。緩急がすごくある劇でですね、見ててね、飽きないと思います。うるさいって意味じゃないので、まあ、あらすじ聞くとね、そんな結構なんかシリアスな感じもしつつあるんですけれども、全然そんなこと、そんな面もあったりもしますが、コメディの面もあったりするので、皆さん、ですね、楽しみに見ていただける劇かなというふうには思います。はい、終わりです。はい、あ、じゃあしゃべっていいですか。どうぞ。どうぞ。はい、このお芝居はとあるマンションの一室のね、ある一組の男女の話になっております。はい、その男女がどういうふうにどうなっていくのかってね、おっしゃってましたけども、やっぱり皆さんもいろいろ経験があると思うんです。ああ、こんなことあったな、ああこうしとけばよかったなって、そういうことを考えながら見てほしいですね。うん。一応新さんが一番いいことを言ってくれた。もう私たちの包括してくれたような感じ。頑張りました。ありがとうございます。新さん。はい、3人ともよくできました。ありがとうございます。はい。トークテーマのコーナー。はい。では今回の。3人の出演者の皆さんにですね、はい、1つテーマを、挙げまして、このテーマに沿って、トークをしていただきたいなと思います。はい、今回のテーマは、生まれ変わるなら何になりたい、生まれ変わるなら何になりたいです。
小新さんから。はい、行ってもらいましょう。やったー。はい、行きましょう。僕はね、猫ですね。猫一択ですね。一択ですか。猫はいいぞ。その心は自由だもん、猫はもう。わかる。うん、ね、わかる。わかります。私も実は猫って言おうと思ってたんですよ。ダメだよ。いやでも、猫ってほら、いろいろあるじゃないですか。野良とか家とか。うん、私は、岩合光昭さんに飼われたい猫になりたいなって言われて具体的や具体的やご存知ですかね、岩合光昭さん猫写真家なんですけど、ものすごく猫を可愛がってる人 で、ね、私はそこの家の猫に生まれ変わりたいです僕もどっちかというとね、お金持ちの家の猫に生まれ変わりたい、何不自由なく大事です、ね、行きたい何社猫ですか、何社猫、レーシャ猫、もうペルシャしかない一択かな何猫ですか、いや模様とか柄とか、それは生まれてからのお楽しみかな。あそれも楽しみですね。はい。猫好きに来てます、はい。じゃあ次、次俊くんに。はい。はい、お願いします。はい。僕はですね、まあいろいろ考えてきたんですよ。いろいろ考えてきて、なんか自分に生まれたいなとかなんとかって考えてきたんですけど、結局はやっぱイケメンなんですよね。そうじゃないですか。だって顔で得してる人なんてこの世に何人いるかわかんないんじゃないですか。でもうそのね価値をもう俺にくれと、もう強欲欲張っていこうということでイケメンに言われたいそれで一回はちょっとモテてみたいなっていうのね、自分の人生の中ではモテる気というものはなかったので今のところこれからだってこれからだってイケメンなんだから、まだ若いだからマジ本当にやめてください、イケメンでございます、本当にやめてくださいね本当に、はい、ということでイケメンに生まれ変わりたいです。はい。なるほど。杉俊くん分かるよ。分かりますよね。僕もね。分かりますよね。イケメンに生まれ変わりたい。いやそうですよ。男はみんなイケメン、もしくは猫に生まれ変わりたい。自由に生きたいね。そんな感じで。はい、じゃあ次ユンちゃん。はい。ユンちゃんは何になりたいですか。私もすっごい考えてきて、私はね、陽キャに生まれ変わりたいです。おいやいるんですよ。ちょっとチームは違うんですけど、愛のテーマかなに出ている板橋和樹くんっていうね、バカクソな陽キャがいるんですよ。彼に生まれ変わりたいなって、いや違う、板橋和樹くんに生まれ変わりたいなって彼を見て陽キャっていいなって思って、私は陽キャに生まれ変わりたいなっていうところに最初結論出したんですよ、はい、なんだけど私はやっぱちょっと真剣に考えちゃって、はい、今の人生私結構好きなんですよ。 お芝居にも出会って楽しく毎日アンポンタンに暮らしてるんですけれど、だからなんだろう、こうそのアンポンタン部分はどうでもいいんですけど、次生まれた時も私はお芝居に出会いたいなって思いましたいいこと言った、いいこと言った、フーズじゃないフーズだから私は陽キャでお芝居をやっている人に生まれ変わりたいですすごい、つまり板橋和樹になりたいということでございました。結末それなの。ゆんちゃん。はい。わかるよ。優しいね。とてもわかる。ね。俺もね、板橋くんになりたい。はい。はい、そんな感じでね、はい、皆さん生まれ変わったら、好き好き、いろんな人になればいいんじゃないかなと思います。はい、では最後に、この芝居の宣伝、お願いいたします。座長から。はい、座長を務めます杉山からお伝えさせていただきます。はい。で見どころにも語らせていただきましたが、とても魅力的なお芝居となっております、9月16日、9月17日、9月18日の3日間ですね、13時、16時、19時と、ありますので、それぞれですね、日程を確認していただいてご来場お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。では、5月のじゃあ6月の、13日ナンバー502号室の、宣伝でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。来てねー。